靴。おはようございます。靴10日目ですわ。10日目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。危なし。あーもうそれは申し訳ない。30分32、30分32、30分34、31分25、よしよし、行くよ。33分。キックオフやるから。ちょ、名城戦、キック蹴ったらほとんどカウンターなんで、そこ行けるように、ラビットとか行けるようにします。おはようございます。今日の名城戦はバチョンシタックいってディフェンスしっかりチームに貢献したいと思います。お願いします。名城戦は、自分の持ち味のキャリアを生かして思いっきりぶち当たりたいと思います。よろしくお願いします。新しく体にタトゥーが入っておりますが、いや、これ服です。服着てます。今年の北見合宿は見てると、例年よりも練習の強度を落として、それで、戦術的な理解とかそれができることを、優先してると思うんだけれども、何面白くなってる。海外試合最後だし、まあ、俺らが夏合宿やってきたってことをしっかり全部出し切ろう。相手絶対一歩ここにして俺らの力っていうのをしっかり見せてやろう。じゃあ行こう。ナイスお父さん。最初だけ。シートゥーバーディいい。今日の筑波戦勝ち切ることはできなかったんですが、ディフェンスでいい場面が結構見えてきたので、また、次のタクチック戦に向けて、修正していい形で勝てるように頑張っていきたいと思います。はい、北川さん、カレーありがとうございます。まあでもね、スクラム押します。ペイ北川さん、カレーありがとうございます。頑張ります今年も。
北川さん、北川さん、カレー美味しくいただきました。スクラム申しました。今日富士の押されてました。吠えました。ありがとうございます。明後日もまた吠えます。イエーイ。はい、もう言うやんよ。北川さん、カレーありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただいてます。ありがとうございました。僕はドライブが好きなんだが、僕はドラ焼きが好きのに行きたいんだな。